ちは、向田です。先日初めての Vlog を公開しました。思いのほか反響が良くてですね、1月以降のツアーでも Vlog 用の素材は撮影してきておりますので、まあ、ぼちぼち空き時間を見ながら作っていこうかなと思っております。年末年始に、ビサヤエリア、これもたくさんの撮影地を回った結構きついツアーだったんですが、3月にはマスバテと呼ばれる島に訪問してきました。まずは3月のマスバテの、まあ、Vlog を作ってみたいなと思いますので、よろしくお願いします。おはようございます。3月21日の午前何時、6時ぐらいですかね、5時半か、久々にやってまいりまして、第3ターミナル経由でマスバテだと思ったんですが、行ってみたらどうもフライトインフォメーションがなくて、よくよく確認したらターミナル4だということで、久々にターミナル4に来ました。先ほどまでマラテでアントンさん、マーシーさんと飲んでて、結局寝ないで臨むということになりますが、まあ、とりあえずターミナル間違って乗れないということがないようなので、まあ、なんとか頑張っていきたいと思います。つうかさ、まだフライトインフォメーションすら出てねえで、いやー結構疲労困憊、疲れてるんですが、まあしょうがないね、待つしかないね。まあ今日はちょっとホテル着いたら仮眠するようだね。ターミナル4はこんなすごくローカルな感じです。先ほどマッサージを受けてきました。さて今日は使い物になるんでしょうか。僕はくらい遅れまして、いまだに、まあでも仕方ないですね。いくら頑張ってもそれだけはしょうがない。ただまだ一睡もしてないっていうのが、今日の撮影にどう影響するかちょっと心配です。とりあえずですね、宿はもうさっさと行けてチェックインを済ませまして、今から明日チャーターするボートの、まあ、フィッシャーマンのところに交渉をしに行きます。まあそもそもそういう航路路線はないので、もうチャーターするしかないんですが、今日はちょっと時間があるのであらかじめチャーターして明日に臨みたいなという感じでございます。ラパサビやな。おお、ダラバラン。おお、アメイナアディリナカモカサボルモンドリアル。どこらすみませんか。どこらすみませんか。アカパナモサイオアリセベンセベンセベンレンが最後のナンバー。あ、オッケーオッケーオッケー。クヤのパカナもレンレンレンダージャレンダージャ。オッケー、 Thank you Thank you。 ルカさん、ママやママインタカナでママがったやこれと。あ、すげえすげえ。あのパカナにやさ、あのパカナにやジュンクヤジュン。一応商談がまとまりまして、明日の船の手配は完了しました。しょうがないね、片道3時間だからね、それぐらいはかかるよね、往復だからね、という感じでございますわ。でこれからちょっと山の方に、行ってみて、明日は海なんで今日は山に行って、どんなもんが取れるかわかんないですけど、それ行ってこようかな。
着きました。通称名マヨンパヨンっていうらしいですけども、なかなかいいロケですね。切り替えピこんな感じで、ちょっとここ小高くなってですね、展望台で周りにはあのバンガローみたいな感じなのがこう演習であって、売店はないのかな。まあこんな感じで結構いいロケーションでね、誰もいないですよ。コントローラーにつけるホルダーをホテルに忘れてきたという。まあとりあえずね、飛ばしてみます。見えるかなあっちにね。もともと空港が近いから微妙だなと思ってて、来たかった僕の大好きな小島があるんですけど、ちょっとあそこぐらいまでは行けるかなと思いますんで、やってみたいと思います。高いんでね、見通しがいいんで電波は結構届くと思います。近くにあるこの小島ですね。まあ何の変哲もない島なんですが、まあ、ちょっとここで休憩かな。その間何も飲まず食わず一日が終わりました。まあこれからもう一箇所もし行ければ行って撮ろうと思ってます。マスバテの撮影ももう最後になりました。ドライバーさんがね、最後にそこ撮ろうっていうことで連れてきてくれたんで、今一生懸命最後タイムラプスを撮ってます。バッテリーがもう最後の1本かな。マビ2はいい思い出いっぱいありがとうございました。本当に楽しかったし、さっきの飲み会も楽しかった。おはようございます。23日ですかね、午前こちらでも6時半ぐらいでしょうか。日本と1時間時差がありますんで、日本だと7時半ぐらいですかね。いや、泊まったとこはね、地図上ではね、結構大きなビッグストリートなんですが、見ての通り、もうほとんど何もない通りでございます。今回泊まったホテルがですね、マスバテのホテルはね、アゴダとかにね、なかなかないんですよ。ランチェルホテル。
に泊まりました。これはあの僕はホテル予約しないで、現地入りしたんですが、ドライバーさんがここを勧めてくれました。まあ、確かにねフィリピンっぽくない感じの、リゾートホテルでございます。こんな感じで、ここにサリサリがあります。それからフードショップ、スタンド、それからここは水着と売ってるショップがございます。でこれを挟んで左右にこうコテージっぽい部屋がありまして、食べ物はちょっと高いかな、高いっていうか量が多いんだな。もう一人じゃちょっともったいない、意味がないスーパーマンがいましたけど、スーパーマン以外にもこんなのもいます。でここを突き抜けるともう海になってると。今マニラに戻るために空港に来ましたが、ここでも一悶着、ドローンのバッテリーでありました。何で揉めるかっていうと、僕は機内持ち込み7キロなんですけど、7キロ以上の荷物を機内に持ち込ませろということを毎度交渉します。なぜかというと、特にマニラに戻る便だと荷物がなかなか出てこないですね。あとやっぱりドローンがこう荷物を預けると投げられてドローンが壊れる心配もあります。でその代わり一応預け荷物を20キロ買ってありますが、買ったんだからちょっといろいろ心配なんで機内に持ち込ませると交渉しまして、今回も無事約20何キロですが機内に持ち込んでます。Like a